まあ、息子は今1歳半になりました。あ、預けてどれぐらい経ったのかな。3ヶ月ぐらいかな。まあ、結構楽しそうに今学校行ってるかなみたいな感じですかね。で、ちょっと今後どうしていくかみたいなところも一応最後シェアして、うんうん、2人目がもしできた場合っていうのをちょっと金銭的に2人揃ってダブルスクラムまず無理。学校とメイドさんのセット、うん、私の方が在宅じゃなくなる可能性があって、うん、っていうことで午後の方がぶっ続きで預かってます、まあ、午後の方はどっちかというと保育所っぽいところなので、まあ、一日中預けられるんですよ、ね、検討されてる方ですね、まあ、今日本にいてセブでどういう子育てしようかなと考えてる方とか働きに出ようか出ないかとか考えると思うんでね。そう、まあ、ダブルスクールっていう僕らも想像してなかったというか、まさかそんな忙しいか、なんかそんななんていうの、教育熱心みたいな感じでも僕らもなかったんで、うん、なんかちょっとその経過というかどういう検討の流れになったのかっていうのもちょっと経緯、うん、紹介したいなと思います。ベビーシッターまず最初に検討してました。2人とも仕事してるので、うんうん、やっぱもう厳しくなってきて、こう息子見ながら仕事するって、まあ、ベビーシッターがもう見つからない思いのほか、うん、まずは学校午前中の学校に入れようと思って、でその学校行ってない時間をベビーシッターさんにっていうイメージで、その学校行ってる間のベビーシッターさんの動きとしては部屋の掃除してもらったりとかやって、そうそう、まあ、メイドさんなんだからけど、まあ、見つからなかったんで、うん、でまあまあ1ヶ月ぐらいはまず学校1個だけで回してた、うん、まあ、それがその午前中の学校で迎えに行ってみたいなことをしてたんですけど、まあ、午後がどうしましょうかねみたいな、うん、まあそう、まあ、そうだったので、そしたらまあ午後こう今早押してるよ学校、うん、日本の保育園みたいな形でやってるところがあるぞっていうのが分かったんで、はいはい、まあ、それを検討するときに、まあ、値段ですよね、ベビーシッター雇う値段と、うん、で今のセブ島でのベビーシッターの相場が、はい、通いの場合だと1日500ペソなんで、まあ、500ペソなんで、まあ、1ヶ月だと1万ペソで、1万ペソだとその午後の学校と同じ値段だったんですよね、1ヶ月にすると、うん、はい、ってなったらまあもう午後の学校っていう選択肢もありだなと思って、うん、同じ値段ぐらいだったら、じゃあ日本の保育園に近いものだったんで、まあ、それも安心感というか、そうそうそう、大丈夫なのかなみたいなところがあったって感じですよ。なのでなんだろうな、ベビーシッターさんだけであれば値段的には、まあ、朝夜全部ベビーシッターさんやったらちょっとまあ安いの、ベビーシッターさんの方が安いんですけど、ベビーシッターオンリーだったらもちろんね、そう、ただもともと僕らは学校は1個入れた上でシッターさんというかメイドさんっていうイメージだったので、うん、そのベビーシッターさんの代わりを学校にシフトしても、うん、まあ、金額的にもまあ予算内なのかなっていうので、まさかのダブルスクールっていう、そうそうそう、まあ、細かいこと言ったらもちろん制服代とかかかってくるし、と入学金とかな、だから私たちのこの往復ガソリン代、うん、労力とかもかかってくるんで、うん、ちろんこっちの方が大変なんですけど、まあ実際の現実的に見つからないっていうのもあったんで、大きく、うん、で探すのにちょっとまあそこまで労力避けへんし、そうやったらまあ月額を検討した方がまあ早い、うん、っていうのもあったので、まあ、まず学校入れで、またその学校がそんなよろしくなければ、うん、その学校預けてる間にベビーシッターさん探せるかなとかね、いろんな始まりとしてはそういう感じで学校が行ってもらって、うん、で我々が動ける時間ができたんで、うん、でまあ、どうするかっていうのを検討するっていうのがあったんですけど、まあ、今のところ不満なくというかこのまま回せるのかなっていう、うん、今はねこれの方法でよいんですよね、うん、一番いい方向に進んでるかなみたいな、うん、そんな状態、そう、学校それぞれ良さがあるので、うん、そうね、1個だけじゃない良さもあるよね、2個行ってることによる、そうそうそう、その彼のなんか刺激の入ってくるところが違うというか、うん、そうですね、うん、まあみたいなところですね、で私たちも生活できると働けると、そう、働ける、非常に大事この時間そうそう、うん、っていうそういう状態です。なので
あの当分はまあちょっとこれで回すかなみたいな、うん、ダブルスクール朝行って、うん、で夕方の時間行ったっけ、何時から何時って行ったら、まあその5時ぐらい、5時から6時ぐらいまでは我々時間あの確保できるみたいな状態になってるという感じですね、うん、はい、でちょっと今後どうしていくかみたいなところも一応最後シェアして、うん、まあ、参考にしてもらえればなと思ってるんですけども、うん、まず、まあ、2パターンあるかなと思ってて、うん、あの、まあ、学校、あ、違う違う、2人目か、2人目がもしできた場合っていうのちょっと、うん、そうで、はい、2人目ができたら、まあ、希望としては、うん、2人とも学校は1個ずつ、まあ、午前中か午後かに行かせて、うん、ベビーシッターさんというかメイドさんを雇い、まあ、当初の予定にシフトしていくみたいな感じになるかなみたいな、金銭的にあの2人揃ってダブルスクラムまず無理、結構大変、うん、金額的にきついし、うん、まあ、あの2人目だとこう兄弟ができて、うん、あのまだ1人とはまだ全然違うので、うん、そういった意味ではあのいいかなと、はいはいはい、思って、まあ、第一希望は、学校とメイドさんのセットかなと思ってますね、うん、はいはい、っていう感じと、うん、あともう一つがこの我々の働き方みたいなのが、まあ、この変わってというか、うん、まあ、あの私の方が可能性としてあるんですけど、その在宅じゃなくなる可能性があって、うん、あのまあ、今勤めてるところで言うと、そのなんていうかな、徐々に徐々にこう会社に出勤してくださいみたいなのが発生しだすと、うん、やっぱ今のこうリズムではあの、うん、回らなくなるとかが、まあ、そういうのがあって、親のスケジュールによって変動する部分で、うん、もしかしたらその午後だけっていう、うん、で午後の方があの朝も夜もぶっ続きで預かって、まあ、午後の方はどっちかというと保育所っぽいところなので、一日中預けられるんですよね。で何が言いたいかというと、その迎えに行くっていう工程が、うん、なくなるので、うん、あの日中にね、まあ、あのこっちでお昼ご飯あげ、あ、与えるというか、そういうところもあの排除されるんで、そう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 、あの日本の保育園みたいな、あの給食はないんですけどね、うんうん、なのでまあ2食分持たせるような感じになって、まあ、ぶっ通しでケアしてくれるっていう状態が発生するので、預けられる、あんまりないんですよね、あのツル東にあるあの通常のまあ学校、うん、こう1歳からまあプレスクール系は午前か午後か、はい、まあ、どちらかを選ぶみたいな感じなんですけど、はい、大体がそういう状態です。なので、まあ、そういう変化は今後起きるかも、うん、まあ、2歳になるとか3歳になるとか、今1歳半なんであと半年後とか、うん、まあ、私の生活に合わせてちょっとまあそこも彼には共有、あのなんていうかな、頑張ってもらうというか変わって生活の変化は起きるかもなみたいなところはあるかなっていうのが今のところの我々の今後のプランというか流れというか可能性の部分になるというところですね、うん、はい、現実と選べる選択肢との状態かなと思って、うん、はい、なので、まあ、ちょっとこういう状態で進んでおります、はい、我々の子育てなので、まあ、あの検討されてる方ですね、まあセブンに、まあ、今日本にいてセブンでどういう子育てしようかなと考えてる方とか、うん、今悩んでる方とかね、あの働きに出ようか出ないかとか、そうそうそう、あると思うんでね、まあ、そういうところを我々のケースを持って、まあ、こんな感じにもあるんやなっていうので、参考にしてみてもらえばなと思っております、はい、引き続き子育て頑張っていきたいと思います。以上です、ありがとうございました。Good morning.